演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのライザップクリーミーアニー豆腐を食べたいと思います。アニー豆腐ってもともと高カロリーなイメージはないのですが、これがさらに。ではいただきます。先日のチーズに比べるともう一パンチ欲しいです。どちらかといえば滑らか系ではなく、ちょっと弾力のある歯ごたえのある杏仁豆腐でしたね。滑らかをイメージするとちょっとがっかりするかもしれませんが、プリンのような歯ごたえを求める方にはおすすめできる商品だと思います。風味はしっかりあってとっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。